うわいいですね、深い緑、深緑の石砂クッペ、なんて言ったって、いいな、おお、はい、だからこれちょっとこう、だからここはこう、だからこうなってる、こうフェアレディゼットの隣に丸四棟、いいですね。だからこれはね、あの覗き込むという感じなんですよね。そう。宇野さん、こちらの車の方が見やすいんじゃないですか。あ、そうですね。あ、本当だ。同じ車ですから。はい。こちらは見やすいと思います。いいですね。深い緑、深緑の石砂クッペ。なんて言ったって。翔平さん、これはたまりません。これ一目惚れしちゃうね。もう。美しいですね。ねえ。だからこうスーッとボンネットが広くてスーッと落ちてきたからこう少しね、だからこうスーッとこうあの人間の目で言ったらちょっとこういう感じなんですよね。だからスーッとこうね、だからこうじゃなくてこういう感じなんです。そうだからおしとやかな感じ、ね、そうね、おしとやかな感じですね。お尻の形もこう後ろから見ると分かると思うんですけど、セクシー、お尻がこう太くなってて丸くて、ね、そうここね、はい、ここの盛り上がり、こう盛り上がりくらい、ここ少しこうだからお尻がふっと、ね、お尻だよ、だからお尻だから、だからこうじゃないね、こうだからこうなってるんだよ、こっちとお金でこっちでやってるんです、ツーショットで撮ります。だからこれちょっとこう、だからここはこう、だからこうなってる、こう、ここにこう、ね、翔平さん、そうですね、ここちょっとこれ盛り上がり分かります、ここ、そう、ここがどこなんですか、そこがどこ、だからここがだからこう、だからこう、だからこうよ、だから俺なんか天野くんのお尻だったら分かりやすいんだよ、お尻張ってるからいいお尻だから、くびれの部分っていう、そうなんですよ、くびれの部分ですね、ね、はい、くびれの部分、翔平さん言う通り、これ見てる、だからこうよく、これ形状を作る大変じゃないですかね、当時。そうでしょうね、あのハンドメイドボディって言って継ぎ目がないんですよね、この車は。あら、本当だわ、ボディパネルなんかみんな溶接で継いで作ったっていう話ですね、はあ、すごい。だってここのいわゆる窓ガラスからのここの部分がね、はい、こう張り出てるでしょ、ここがグラマラスなんだよね、これ。そう、他の車顕著に分かるなっていう、うん、それで、でこれテールランプ、あれこれはね、これだから117クーペの初期の頃ですかね。そうだと思います。ちょっと私のあの存じ上げないテールランプですね、117クーペ、はい、最初の頃だと思います。うん、控えめで、わあ、いいですね。これ一回こう降りてきてる、そうですね、ここじゃなくてここまで降りてきてるっていうね、その下にこのテールランプ、うわっ、あ、そうですね、僕が知ってる、ね、この方だと思います。イージーナークーペのテールランプですね、はい、そう、だいぶこうあの横にこう長くなって、そうなんですよ、ですね、こっちの方が新しい方ですね。確かに、そうそうそう、そうですね、すごいな、だからイージーナークーペでもやっぱりいろいろなのがあるな、ライトだけじゃないんだな、そう、年式によって多少の変化はあるようです ね、 そうなんですね、基本的な形は変わってないんですけれど、改めてでもやっぱセクシーであるということですね。やっぱライトの配置、これは基本的に前も後ろも、そのライト、テールランプの位置が少し下にあることによって、目線が上からふっと下っていうか、どちらもこう思わずだから全体を見るように上下のそういったフォルムの良さを見せるように作ったんだな、ね、そうですね、ね、はい、いいですね、これシート当時のままですね、当時のまま、はい、これはビニールレザーですね。これビニールレザーでもこんなにあの
程度よく、そうですね、だからこれは運が良かったですね、この車は。はあ、すごいですね、いい味出てますね。いいな。おお、ステアリングの位置も少し高いのかな。シフト、ギアのシフトノブがこのいいところにあります。じゃあこれっていわゆる4速までですかね。上に書いてありますか。なんか1、2、1、2、1、え、ん、バックギアはレバーをギュッと下に押し込んで入れます。そうですね、硬いかな。あれでも惜しいですね。でもそれで当たりです。あ、これこれが5ですかね。それがバックじゃないですか。これがバックですか。はい、それがバックですね。あれ、ということはで、あ、これがバックです。じゃあ、はい、5速までですかね。そうかもしれないですね、今の感じだと。はい、かっこいいな、これもこのメーター周りね、もう4つバーッと、いいですね。100から180まではこれスピードメーターも黄色い表示になってます。おお、かっこいいな。改めてこれ何の、獅子のマークだと思います。はあ、いや、そう、非常に女性的なあの美しさを持つボディ形状に対し、はい、で獅子のマークエンブレムがつくってことは、でもある意味中身は大々しいというのか、そういった気品となんか力強さっていうものをもう兼ね備えてるってことなんですか。そうですね。はあ、で117クーペってこれなぜ117なんでしょうね。ああ、この話は聞いたことがあるんですけど、私も忘れてしまいました。はあ、はい、いいなってことですか。そうかもしれないですね。いや、そうではないですね。もうちょっとなんかあのちゃんとした話だったような気がしますけど、はい、いいな。前開きですね。おー、うわー、やっぱな、中身は、いや、獅子の男だな、これ。このエンジンはシングルカムの方ですね。カムが1本だけの車。CC ですかね。1600か1800かそのくらいだったと思います。これはでも本当に開けたくなるな、やっぱり人前で。そう、コンビニとかで、はい、うん、ガッとね、かっこいいね。それでやっぱりあのボンネットをこうやって開くっていうのがかっこいいね。そうですね、逆に開きますね、前からじゃなくてね。 、はい、これがデザインの問題なんでしょうかね。前をスッキリさせたかったとか、よくわからないんですけれど、やっぱりこう開く車とこう開く車って2通りありますからね。ねえ、デザインかなと思うんですけれど、なんかなんでしょうね、こうやってこっちこうやって開く車、つまりこのボネットの奥から開ける車の方がなんとなくね、あの生めかしいとかね、艶っぽいっていうかね、感じがするんですね。それはこっちにちょっと見せないじゃないですか。あ、こう正面から見せないのが、なんとなくちょっと待ってねっていうね、なんかね、あ、全部は見せませんよ的な感じが、ちょっとごめん遊ばせみたいな感じが、ね、あるような気がするんですよね。あなた方に全部あって、あの背中のファスナー、女性のね、服もあれ背中ってやっぱこう開けにくいし、着にね、開きにくいんだけど、うん、でもそのおかげでこっちがいわゆるあのスッキリとしてボディラインが出たりとか、で背中のファスナーの方がなんかちょっとドキッとするでしょ。あ、前開きもドキッとするんだけど、もちろんね、そうですね、フロントもだけども後ろちょっとこうファスナー上げてくれるみたいな、はい、ね、おいみたいなあるじゃないですか。
だからこれでもエンジンをメンテナンスするにはどっちがいいんでしょうね。そうですね、前から開いた方がやりやすいような気がしますね。確かにね、作業性考えると作業性して正面からこうできますけど、こっちだと最後のくらいですからね。走るぞって感じが伝わってくるな。なんともこのショーケースの中にライトがあるような、なんていうか、そこをあえてこういうねえ、これすごいよ、この距離感。キャイーグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。